です。辰城です。今日はまたこの木の棒を使ってやろうと思うんですけど、はい、この前、日本前、前々回、そうですね、あのこう、ちょっと入れて、こうくっつけるっていう、こういう愛嬌をやってあのしたんですが、あのその動画を上げたら、あのいつも視聴してくれて、コメントくれる方が、あの木と木で、できますかみたいなコメントいただけて、まあやったことがないんで、それを今日ちょっといろいろやってみようかなと思うんですけど、まあ正直僕あの相手の稽古ってあんまやってないしね、思いつきでやってるのがね結構多くて、で一番僕の大事なのはもうできると思うと結構できるんですけど、これできる気がしないんで、でちょっといろいろやりながらちょっとどうかなと思ってやってみるんで、まあ失敗されるになるかもしれませんが、まあいろいろやってみると思います。で、まあまず普通にどうかな、どうしたらいいかな、あの普通に筋力で下げるっていう感じ、これまあいかないね、こっちね、こうかな、うわー、これ行く気せんな、これをじゃあまず膝の抜きがいくかどうかやってみます。難しい気がするな、ちょっとこうだよね、あ、靴だ、勝ちに靴だ、くっつきましたね、これ今くっつけるつもりなんかくっついてます、なんでこれくっついてる、あれあれちょっと待って、何なんですか、もう一回行こう、ちょっとくっついちゃったらもうやることなくなっちゃう。てか、くっついてる通りなんかくっついちゃいました。まずちょっと膝の抜きを。いくでな。はい。あれ、ちょっと見た。いや、先打つよ。やっぱ手に力が入るようになる。ここでやってみようかな。あ、これちょっといくな。ダメだな。あ、これでならこうやろ、それこうやろか、こうかな、こう行ってみて、こうで、ちょっと膝の向きこんな感じで、ああ、一回で止まるよね、こっからはちょっと強引に入るんじゃないかね、これでは多分できる気がしない、ああ、もうだぜ、むちゃくちゃ滑るっすね、滑るけどもう次郎の抵抗感が半端ないです、半端なく感じる、うわあ、もう絶対浮きしない、なるほど、相手上げの要領で、いやあ、もう甘く見ましない全くしない、あれー、なんでやろう、違う、なんか違うな、いや外れるんですな、絶対おかしいよね、これということで、これはちょっと難しい気がするな、ちょっとこうだよね、あ、口だ、勝ちに口だ、なんでこれくっついてるということで、僕の愛嬌は未だに謎ですということで、ちょっと変な動画になりましたが、今日はこれで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。